ガラテア人への手紙第4章ところが、相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは、後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし、定めの時が来たので、 神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また立法の下にある者となさいました。これは立法の下にある者をあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そして、あなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子です。 こならば、神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが、今では神を知っているのに、いやむしろ、神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値な、幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は、 各種の一と月と季節と年等を守っています。あなた方のために私の老したことは無駄だったのではないか、と私はあなた方のことを案じています。お願いです。兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、 私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり、嫌ったりしないで、帰って神の見つかりのように、また、キリストイエスご自身であるかのように、私を迎えてくれました。それなのに、あなた方のあの喜びは、今どこにあるのですか私はあなた方のために明かししますが、あなた方は、もしできれば、 自分の目をえぐり出して、私に与えたいとさえ思ったではありませんかそれでは、私はあなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうかあなた方に対するあの人々の熱心は、正しいものではありません。彼らは、あなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのは、 いつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちを、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。それで、今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたら良いかと困っているのです。 立法の下にいたいと思う人たちは、私に答えてください。あなた方は、立法の言うことを聞かないのですかそこには、アブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれた、と書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは、二つの契約です。 一つは、市内山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルは、アラビアにある市内山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら、彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし、上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ。 声を上げて呼ばわれ、生みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方は遺作のように約束の子供です。しかし、かつて肉によって生まれたものが、見霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし、聖書は何と言っていますか 奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで、兄弟たちよ。私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。